服が一番似合うからです。服が一番似合うので坊主にしてます。やっぱよく言われるんですよ、そんだけ服好きなら髪型こだわんないんですかみたいな、なんで坊主なんですかとかって。服が好きだからです。服が一番似合うので坊主にしてます。ね、2回言いました、同じようなこと。まあこれ人によるし、別に何だろう、じゃあみんな坊主にした方が服似合いますよって話じゃなく、僕が自分で自分を見た時になんか変にちょっと髪が伸びてたりパーマかかってたりカラーしてたり、まあまあまあその場合によったりパターンによりますけど、いろんなものを撮った時に坊主が一番万能で、一番何着ても似合うかなということで、そう、別にね、こんなことアピールする必要はないんですけど、結構その常々コメント欄でね、こう定期的に来るんで、なんか定期的に来るそれを放置してることがちょっと面倒くさくなっちゃったので喋ってます。なので、もし皆さんこの動画を見てくれてる皆さんがどっかの動画のコメント欄、今後ねそういうのを見かけたら、ぜひこの動画の URL を送りつけてあげてください。服が好きだからですと言ってます、僕は。そうなんだよな。じゃあ、まあ、僕はもうそのずっとそういう古着だったり、まあでもアーカイブもそうだな。アーカイブアイテムっていう、なんかちょっとゴリついたイケイケアイテムみたいなのに、なんかそれこそ前髪重ためでとかってなっちゃうと、なんかな。一周回って、赤髪モヒカンとかできたらいいんですよ、僕だって。赤髪ソフトモヒカンとかにもかっこいいんじゃない？って思ったりするけど、そんなわけいかないじゃないですか、漫才やってるんで普段。漫才やってるんですよ、普段。すいません。そうです。だから、芸人としてキャラ立ちするからとか、いじられやすいから、可愛げとして坊主にしてるみたいなのは、1ミリもないです。はい。1ミリもないです、僕の中で。まあ、ただ、坊主っていうのはね、芸人でよくいるから、邪魔にならないし、芸事、漫才とかにも。なおかつ服にも似合うっていう、今僕の現状の年齢、立場、体つき、骨格、表情、顔つき、全部を含めて坊主が一番服に似合います。はい。これに気づいてしまったという話です、これは。まあまあまあ、髪型に関しては、そうね。なので僕が坊主じゃなくした時は、それ以上に今の自分にこう服に似合う髪型を見つけた時か、ドラマの役が来た時です。ドラマや映画で役が来た時、その時は変えさせていただきますんで。当分はね、よくなんか髪伸ばす予定ないなとかって知り合いとかからも言われたりするんだけど、当分はもう全然その気もないし、気に入ってるので楽だし、楽ですよと。楽で服に合うならそれに越したことありませんから、そこは別にね、頑張る、必要もあるけど、頑張る必要がないで済むなら別にそれはそれでいいと思ってるタイプなので、僕は。ということで、そういう説明でした。坊主おすすめです。さよなら。